クルトワイル、プレスビアンと続いて次がニーノ・ロータ、ね、この人はもうイタリアのね、すごい映画作家 で、 うん、でこれもクルトワイルが結構音楽をやってたりなんかもするんですけど、まあマストロヤンニが出る映画とかね、まあそんな、あ、いやいや、ニーノ・ロータですよね。あ、ニーノ・ロータや。ニーノ・ロータは音楽家で、でも、だんだんボケてきたぞ、私。作曲家ですよ、映画作家の名前は、何でしたっけ、フェリーニですよ。フェリーニの映画にいっぱい曲を作ってるという人ですよね。でこの人の人生も面白いよっていうんで、でも僕考えたらね、映画っていうのはね、結構僕そんなにたくさん見てないんですよね。で特にこの世界に入ってからっていうのはね、ほとんど見てないですよ、映画っていうのをね。で、あ、こういう映画もあるんだって。確かに映画は好きなんだけど、でなんか映画の宣伝の新聞の広告を見て見たような気になってるみたいなところが、もう子供の頃からそうだったかな。だって僕なんかね、映画で言うとね、フェリーニの映画も こういうのをやるっていうんで、ちょっとビデオで見たとかね、そんなことだったですかね。でもニーノ・ロータはなんとも哀愁のあるメロディーを書く人ですよね。でまあイタリアという国自体が、もう行ってみて思いましたけど、まあその後にですよ、行ってみて、もう東ヨーロッパも近いわ、でいわゆるヨーロッパも近いわっていうようなね、もういろんな国が、まあもちろんイタリアというのは、まあ、その大昔に行けば大ローマ帝国であったりなんかするわけですけど、でももういろんな人たちが入れ替わり立ち替わり入ってきたり出ていったりというよう、そういうような国のせいなのかで、結構まあ南にあるから、まあ気象っていうのはイタリア人とかは結構明るいかもしれないけど、音楽とか結構湿り気ありますよね。湿り気があって、なんかもうすごく日本人の僕なんかが好きなメロディーっていうか、なんか一時曲作る時になんか地中海の匂い、地中海の匂いとかと思って作ってたことがありましたけどね。まあとにかくちょっと、記憶とかいろんなことがごちゃごちゃになってしまいましたけど、ごめんなさい。アクトニーノ・ロータの時の曲を一曲聴きます。ハッカ二分の一。遠い日の夜の歌歌い、さすらいの旅に出る、謎を連れて足取り軽く、さすらいの旅に出る。ここではないここを求め、自分ではない自分を探し、ポケットさあ旅に出る。遠い日の夜の歌歌い、さすらいの旅に出る。謎を連れて足取り軽く、さすらいの旅に出る。さすらいの旅に出る、狂しい音楽に誘われて、果てのない明日へ旅に出る。
更新をしてステップ踏まずダンス踊りおどけても笑われもせず朝が来てもまだ昨日歩かないのに更新をしてステップ踏まずダンス踊りおどけても笑われもせず朝が来てもまだ昨日なんかこの頃なんだろうなんかいい声してますねだって自分で聞いちゃってますけど好きすぎるくらい孤独に静かに語るあなたはめくるめく物語をお供に忙しく立ち回る恍惚を従えドン・キホーテのように旅する僕は一人だけのオペラだYo r no umi, namameku nami ma ni, kimi no omokage, boku o izanau. Yurusarenu ai no yuku kate, kanashimi no kurai sora ni mau.翼広げ飛んでおいでこの胸で怪しい夢